おはようございます。おはようございます。いただきです。まあ、今回はっていうわけじゃないけど、まあまあジャパン。もうすでに終わってる。そう。やつですけど、ジャパンね、ついにスカイラインがまた。そうやね。スカイライン屋さんにどんどん近づいていきます、ね。鉄火面入ったことあるけど。まあ動画撮ったことないけどね。うん、これはまあよそに一回出して、はい、で部品を調べて、うんうん、で全部整配。はい、でエアコンスイッチとか。ね、当然そのブロワーモーターとか、うんうん、で元々はそのブロワーモーターが回らないっていうので車屋さんに修理依頼出したんやけど、うん、その車屋さんが原因が分かったところで正配やったら直しはなかろうな、うんうん、って言って切られたらしいの。でもう一回よそに電話して分かりました、じゃあ連絡します言ってかかってこんかったらしい。娘の運動会行った時に あ田中さんみたいな感じで、うん、でこっちもねあでとか挨拶しに行って、はい、いや実は僕のスカイラインちょっと見てほしいんですけど、うん、どうしたん？たらブロワーモーターが回らない、うん、っていうのでまあ預かって、まあ一応いろいろ調べていきよったらブロワーモーターも動くか動かんかなんか言ったらもうカプラ抜いてもう12ボルトバーン流しちゃったら、あそうプラスマイナス反対やっても逆転するだけやけ、はいはいはい、あブロワー生きてるねって、うん、ということはスイッチ回り、うん、ってなってこの内装を内装全部バラしました。おお、これをなっばらしたんですか。バラした。ようあれですね。ようもう元に戻りましたね。いやパキパキやけんね。パキパキですよねこの時代。そうねもう。はバラしていきよったらポロンと落ちてくるんよ。どこどっから落ちてきたんこれみたいな。はい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 、このプラスチックを開いて、まああのなんかその修復リペアキットがあるんでまあリペアして、ね、うんうんうん、そうやってまあ直しながら。うんうんうん、当時紋の風合いがすっごい。そうですね。そうシートだけがね、うん、シートブリッジね、うん、これも結構昔のやつですよ、ね、うん、古い古いこれもね、うん、でねちょっとね好きなのがね、はい、後ろのフォトランプ、あこれねこれねフォトランプね、お青パトついてる、うん、下のなチンチラチンチラ、うん、これ当時、いや、はい、違うやろ、じゃなくてこれハットルね、ハットルハットルハットル当時風スタイル、そうなるほど、そう属者仕様みたいな感じかな、はいはいはい、まあもっとね出っ歯つけたりとかいろいろあるけど、ああるっすよ、結果的に全部もうこのね、はい、このメーター周り全部バラさんかったら、うん、この辺全部バラさんとこのスイッチが触れんくて、おこれはなかなかごめんなさいね、うん、えぐいですね、そうもうこの全部バラしたよこの辺も、はいはいはい、サーミスタースイッチっていうかな、サーミスターリレーっていうかな、そいつがカチンと言うてコンプレッサーがカチンっていうね同時になんやけど、過去に新品に買い取るこれ、うんうん、あの箱が入っとって、で買えたやつも入っとんよね、まあそいつはまあじゃあ違うだろうという判断取って買えてないこいつやから、このここを買えんと多分エアコン入らんと思う。でも今はあのブロワーモーターが最初原因やったけん、まあ全部バラしていって、このブロワーのこのスイッチの方カプラーを探していったら、まあこの奥におってこいつなんだなって引っこ抜いたらアースが焼けとった、焼けとった、うん、あ端子がね、要は過去に多分いろいろやっとんよね、どういうかカプラーがこうちゃんとこう線が刺さってなかったんじゃないかなと思う、接点不良でやる、そう焼けて焼けてその溶けるんで、こうなっとったんがね、次抜いて刺した時にはもうこれがグッと刺すけど、うんうん、こいつはもう逃げてしまうよね、うん、カプラーだけ進んでしまって前向いて、はいはい、ダメじゃんやっぱり、うん、エンジンかけてそのブロワー回したらやっぱ熱持ちよったんで、もうカプラーからその配線抜いて直撃した、うんうん、もうがっつりはまるように、まあ、やったもんそのカプラーを切って配線の修理だけでいけたんですか、そう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 、あよかったですね、でエンジンかけてブロワー回して握ったら、まあ、熱もねないけ、うんうんうん、あこれで OK やなと、ただエアコンが入らんのよ、で入るときと入らんときがあるよね、で多分スイッチじゃないかなと思うんよ、あこれまだ変えてないけん発見したかもわからんし、うんうん、で別口でスイッチをつけてスイッチパチンパチン入れるできるんやけど、はい、ブロワーモーターをこう回した、うん、カチンといって回る、はい、冷房が始まる、うん、ね、だけどこれを切ったら当然コンプレッサーもカチンで切れるんや、増設したスイッチやったら常にオンオフをせんかったら今度コンプレッサーがずっと回りっぱなしで凍っちゃうけん、はいはいはい、それはやばいんでとりあえずそれはやめた、なるほど、うん、よいしょ、ちょっと中助手席側から見てもどうぞどうぞ、じゃあ小田さん失礼します、水中化シフトノブがまた渋いですね、これ当時もんよ、あ、そうなんですか、うん、これ渋いわ、これ真ん中のこれスピーカーのねトグルスイッチ、ス
ピーカー？スピーカーのね、あのサウンドなんたらかんたらってこうフロントよりリアより左右。ああ、何それ初めて見た。あったよ昔。面白い。まあ部品が割れるけど大変やった。メーター周りなんかすごいなこれ初めて見たそこ、うん。でかいやろメーターが。でかいっすね。いやもう80年代って感じの、うん、すごい近未来的なメーター。これをオンにしたらそこにちゃんと。ドア閉めたらスイッチ切ったら、うん、あそっちがおるか、そっちのドアが開いとる気あるけど、ここですよ、あそこですよっていうね指示が出るよね。ほう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 。インジェクションターボ。インジェクションターボ。L 型の。L20。20です、ね。20。うんうんうん。渋。こういうのも昔のね高級車よね。はいはいはい、ありましたねこんなのね。ねそこで怖いんやけどね触るんが。怖いですね。懐かしいな上の。いや渋いわ。いいやろ渋いわこのあのなんていう内装の生地うんチンチラうんこれが渋い、うん、もうこれなんかもう古いけん引っ張ってったほこりとかふわーってこんなん昔なんかようねダッシュボードありましたよねそうそうそうトラックやろうとかねそう僕子供の時にこの父ちゃん世代とか母ちゃん世代がようやってました、ねうん、懐かしいと思ってフェンダーがまたいいんですよねフェンダーがかっこいいっすわジャパンはジャパンでいいよね。ねえ。デザインが好き。本品なんですね。そう、FRP やけどね、今。はあ、これ、もう純正のまま？純正。プラコードは違うけど。はいはい。今時プラコードがね、純正ってそうそうおらんと思うよ。まあ確かに。うん、見ないですね、そんこのオイルクーラーホースよ。ね、直射仕様。そう。FC かなんかのオイルクーラーやろ。うん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 。やっぱこの時って FC のオイルクーラー使えたんですか？ FC、SA あれが SA かな、ジョパン、あー、Z だ。うんうん、もう一丁気づかん？もう一丁ライト隠めない？あんまり見ない。いや、ね、ジャパンは丸めやろ。土台を全部作っとるね、これ。なるほど。あ、しかもこれあれじゃないですか、ライトのとこに。これ、これまたシブリーは。マーシャルか。え、マーシャルか。猫はマーシャルじゃなかったっけ？そこまでは知らん。シビエ、マーシャル、シャルマ、マーシャルは確か多分ローレル、はい、かなんかのかな、うん、ちょっと私もこれ分からん。あれジャパンって革命あったっけと思ったんですよ。いや違う、ないね。違う、ないですよね。そう、ジャパンは、まあ、そこまで詳しいわけじゃないんですけど。そう、意外とジャパンの情報ってあんまり、うん、私も知らんのよ。やっぱりあの箱須賀県メリーに流れる人が多いけジャパンって結構少数派ですよね。少数派。いや、ほんとまたかっこいい。スカイラインって感じ。やっぱりスカイラインの基本の形は変わらんですね。ね。いや、ここがいい。ここが。ここが好き。あ、やっぱね。ここが好き。この、だって70年代から80年代の日産の車はこのリアのね。そうよ。リア周りの形がすごい好きです。すごいなぁ。かっこいい。こう黒にゴールドラインも好きよ。スターシャークかな、このホイールは。スターシャークですね、場所は。これに30倍のハンドルつけたかったな。持っとんよ。あるんすか？あれネットで見たらね、はい、4万近くするんよ。え、そんなするんすか？あの極太の30杯、はいはい、すぐ売るよ。お問い合わせここまで。当たりよね、ピンポーンって。でもこの色褪せ具合がほんま当時持ってたんですよ。でね、はい、あの雨濡れたらいかんのねって話したら、はい、全然ですよ、おざらしいっすよとかね。マジで困るやな。すごいな。まあエンジン音さっきねちょっと聞かせてもらいましたけど、うん、まだ元気ですね。うん、アイドリングが高い。そうなんよ。それをまあまあそのうちね、はい、その解明しとくかなと。なるほど。とりあえず今回はそのブラウンモーターが動かなかった、うんうんうん、ね、ブラウンモーター動かんのやったら冬に困る、うんうん、夏は窓開けりゃまだいいけど、はい、冬はやっぱ我慢ができる、うんうん、曇ったりね、うんうん、なのでまずはブラウンモーターを動かすことは、まあ、今回先決。なるほど。で動かすことを、できました。風量もだん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 弱くなってきょったんが今しっかり出てますんで、あ、よかった。っていうような感じです。お疲れ様です。はいはい、じゃあまたジャパンはまたいずれ来るかも。あ、いや絶対来る、絶対来る。あ、ほんまですか、うん、じゃあその時また、はい、撮らせていただきたいと思います。わかります。はい、じゃあここまでありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。すいません、ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。後ろ姿が CV。 これスクエアやったかな、あの下の。うん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 、ですね、あのリアスポを反対につけたやつ。そう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 、懐かしいですね。ええなぁ。仕事を1個やり終えました、ね。
お疲れ様です。お疲れ様でした。